皆様お疲れ様でございます。久蔵と申します。いつも動画をご視聴くださいましてありがとうございます。今回もですねファミコンを買ってきたわけなんですが、今回はですねビジネス系のソフトを3本購入したわけなんですが、じゃあ早速ご紹介していきたいと思います。よいしょ。こうかな。こっちがですねヤフオクで、この、段ボール、大きな段ボールが1つと、あとはこの小包み、こちらはスルーガヤですね。はい。ということでですね、今回はこのファミコン3本、ビジネス系ということでですね、動画映えはかなりしないと思うんですが、順番に開けていきたいと思いまーす。よいしょ。はい。こちらでございますね。こちらのスルーガヤの方で買いました、ヘクトの株式道場実践編。こちらを買いました。で、スルーガヤで買った理由としましては、これですね、あんまりヤフオクとかメルカリ、あとね、店舗でもですね、そんなに僕見なかったりとかしまして、まあ、1700円っていう値段ですし、あとはこれハードケースなんですね。ヘクトのゲームということで。あんまりスルーガヤで買っても、外れを引かないというか、ハードケースならですね。ということで、こちら買ってみました。これもね、僕、全然やったことないんですよね。まあ、開けていきましょうか。なんかね、本格的なゲームな匂いがしますね。まあ、今やもうこれ買う人はもう完全にもうコレクターというか、ゲーム内容の目的で買う人はあんまりいなそうですよね。株式道場というだけあって、株の売買の基本が学べるんですかね。ちょっと開けていきましょうか。はい。綺麗ですね。なんかすっごく。カセットから見ましょうか。うわ、これピカピカですね。結構あるあるなんですけども、こういうビジネス系のソフトって、あんまりこれ高頻度で遊ばれないっていうところで、うわ、これ中も端子も綺麗ですね。綺麗なものがとても多いですよね。注意書きもこちら入っていますね。こちら説明書なんですが、もうこれも新品みたいな感じ。すごく綺麗ですね。あ、漫画がついてる。なんか真剣ゼミみたい。もし何かこのゲームですね、やったことがある方とかいらっしゃいましたら、ぜひコメントお待ちしております。はい、ということで、株式道場でございました。ということで、見ていきたいと思います。これもなぁ、全然やったことないですね。もうどんなゲームかもよくわからないですね。もう完全にもうコレクターアイテムみたいな感じですよね。ビジネスシミュレーションゲーム。社長ってこんなに面白い。楽しい本格化ビジネスシミュレーションゲームがついに登場。近未来のパソコン業界を舞台に社長となって会社経営。ライバルメーカーと争い目指すはナンバーワンの座。あなたの経営感覚がキラリと光る画期的なソフトがここに誕生。あなたも今日から社長が辞められなくなると。意外に面白いかもしれないですね。今度やってみようかな。光栄というだけあって、いろんなこう優秀な人材をこう引き抜いて、M&A をしながら会社を大きくするっていう内容だったらめちゃくちゃ楽しそうですよね。三国志の、経営シミュレーション版みたいな。そんなわけないか。はい。中綺麗ですね、すごく。はい。カセット。もうビジネス系のソフトあるあるで、やっぱりね、綺麗ですよね、すごく。光栄でおなじみのパンフレットと、あとハガキですね。こちらが説明書でございまして、これも綺麗ですね。全然読んでなさそう。めちゃくちゃ綺麗。思わぬイベント、ストライキ、退職者、中途入社、入札。これもしかしたら、意外にって言ったらおかしいですけど、めちゃくちゃ面白いかもしれない。はい、ということで2本目は、光栄のトップマネジメントでございました。これですね、僕結構この箱を開けるのが大好きで、Amazon でもね、こういう系の箱ありますけども。ということで、ラスト3本目はですね、ホットビー、星を見る人のホットビーでおなじみのメーカーの、こちらのビジネスシミュレーションゲーム、プレジデントの選択、こちらを買って、
てみました。これね、中にですね、これ箱のデザインに書いてある通り、革のですね、手帳が入っていまして、これがね、僕すごく気になっていて、いつかは買いたい買いたいで、ただね、結構箱ボロなものも出回っていたりとか、なかなかね、満足のものが売ってなかったので、今回ですね、ヤフオクで良さげなものが出回っていましたので、これ買ってみました。どうですか？結構ね、状態いい感じですよね。はい、こんな感じ。会社の経営、社長の激務をシミュレート。これもさっきのトップマネジメントとかと近い系のゲームなんですかね。これもなんかどなたかやったことがある方いらっしゃいましたら、ぜひコメントお待ちしております。じゃあ開けていきましょう。一応ここになんか溝みたいなのがついてあって、こう開けやすくなっているんでしょうね。どうしようかな。あえてこっちから行く？すいません。ちょっと近くにですね、ピンセットがなかったりとかしまして、まあ僕は結構使い分けていたりはするんですけども、開封で。はい。今日はこのヘラ使って開けています。あ、でも開け口すごく綺麗ですね。こっからこう開けたんでしょうね。押しじわが少しついてますね。反対側も開けましょうか。あ、こっちすごく綺麗だな。これ、ここ溝がついてるのに、前の持ち主の方は上から開けてたんでしょうね。まあ耳もすごく綺麗で、開け口も良好ですね。触るの初めてでちょっと緊張する。おー、こういう感じなんだ。これね、弾力があるんですよ。中にスポンジが入ってるみたいな感じで、プニプニしてる感じですね。すごく触り心地がもうたまらなくいいですね。まあ、ただこれはもう、特に装飾もなくっていう感じなんですね。で、ボタンがついていまして、開けてみましょうか。はい、開きました。ボタンは普通のボタンですね。よいしょ。おー、すごいな。ここが名刺入れっていう感じなんでしょうか。こちらが紙箱に包まれたカセットですね。が、なんだろう、手帳みたいな感じなんでしょうかね。ちょっと見ていきましょうか。なんかただもうこれ説明書みたいな感じですね。すごいな、本格的結構。ここでハガキが入っていると。この中にカセットが入っているはずなんですが、他にもこう説明書とか入っているんですかね。で、今回ですね、これ、どうですか？すっごく状態がいいんですよ。これもね、僕が買ったポイントだったりはしたんですが、すごくぴっちりしている。希望小売価格が9800円ということで、これなぁ、誰が買ったんだろうなぁ、当時。これでなんか耳が取れていたりとかしたらウケるんですけど。綺麗ですね。はい、こっちも綺麗だなぁ。これは新品に近いというか、何回かは開けたとは思うんですけど、ピカピカですね、これ。で、やっぱり説明書は説明書でありましたね。で、あと注意書きが入っております。説明書。少しだけシワはあるのか。でもどうですか？綺麗ですね。これさっきの手帳の中身とどう違うんだろう。だいたい同じようなことが書いてある気がします。ただどうなんでしょうね。このプレジデントの選択って、これだけでも出回っていたりとかしますよね。それを考慮して、この手帳の中の説明書がなくてもいいように、取扱説明書をもう一冊入れたという感じなんでしょうかね。では、カセットを見ていきましょうか。緑の綺麗なカセットですね。ここなんでしょうね。なんか油性ペンで書いたような跡があるんですけど、これ消えるのかな？あ、ダメだ、消えない。これ何でしょうね。なんかね、ここだけ綺麗になりましたね。なんだろう、汚れが結構ついているんでしょうかね。結構汚れがついた。面白いんで拭き取ってみましょうか。結構汚れてる。あ、結構汚れてますね、これね。不思議ですね。箱とかめちゃくちゃ綺麗なのに、カセットだけなんでこんな汚れてんだろう。あー、これ中もですね、掃除のしがいがありますね、これね。うわ、すごいな。すごいですよ、これ。すごい汚れてる。ということで、改めて見ていきましょうか。まあでもそんなに、ラベルは、ああ、でも少し変色あるのか。
どうも汚れの具合から言ってヤニ汚れな気がするんですけど、中も綺麗にしましたが、謎ですね。紙箱綺麗なんだけどな。今ですね、紙箱を少し匂い嗅いでみたんですけども、タバコの匂いもしませんので、なんかね、よくわからないんですが、まあ、ただ、すごくいいもの買えてですね、これは良かったですね。はい、ということで、3本目、プレジデントの選択でございました。はい、ということでございまして、今回はですね、こちらのビジネス系のソフトを3本購入してみました。全部が全部ですね、僕やったことはないんですが、その中でもこれですね、この声のトップマネジメント、三国志の経営シミュレーションバージョンだったら、もしかしたらね、面白いかもしれないということで、これね、すごくやってみたいですね。もし皆様もこちらのソフト、何かですね、思い入れがあったり、思い出がありましたら、ぜひコメント欄にですね、書き込んでいただけますと幸いでございます。はい、ということでございまして、今回の購入品紹介は以上でございます。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。さよなら。